シウダウニベルシタリアの風景、中央図書館メキシコ国立自治大学は、メキシコの首都メキシコシティにある公立大学。1551年9月21日に、王立メキシコ大学として創立した。同年5月12日に創立していた、ペリューの国立サンマルコス大学に次いで、アメリカ大陸で2番目に古い大学である。ラテンアメリカで最大規模を誇る大学であり、 また、メキシコ国内では卒業生に3人のノーベル受賞者を輩出した唯一の大学である。アルフォンソガルシア・ロブレスがノーベル平和賞、オクタビオ・パスがノーベル文学賞、マリオ・モリーナがノーベル科学賞を受賞。また、アナマリア・セットが参加したパグボッシュ会議が1995年にノーベル平和賞を受賞、同じくセットが参加する。 国際原子力機関が2005年にノーベル平和賞を受賞している。2009年には大学がアストリアス交代子賞コミュニケーション及びヒューマニズム部門を受賞した。メキシコ国立自治大学は1920年代に自治権を獲得し、カリキュラムの決定や政府干渉によらない予算管理を自らの意思で行っている。現在、 同校の学級活動は学問の自由と独立で知られている。同校はメキシコにおけるエリート養成機関の役割を担っている。これと同時に社会格差解消の手段としても位置づけられており、政府は本校へ潤沢な財政援助を行っており、授業料もほとんどかからない。特に貧困層出身者に対する手厚い支援制度があり、奨学金制度、夜間授業、 食堂の補助金制度等などを充実させている。1999年の学生スト、ありがとうございます。